はいどうも、テラコヤサリー、テラコストでございます。今回はですね、国内旅行業務取扱い管理者のですね、登録の拒否についてやっていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 登録制度をですね、以前の動画でもお話しいたしました。旅行業を営む事業者は必ずですね、申請書を提出し登録しなければなりません。これはですね、えー、まあ行政がですね、監督し、支配するためのものとですね、旅行者の保護をするために、この登録制度は必要なんだと。いうところは覚えていただければなと思います。 必要な項目ですね。えー、登録取り消し、刑罰を受けた者、不正行為をした者、未成年の者、えー、貢献制度、法人の役員、営業所ごとの専任、第三的基礎の有無、そ所属が2つというね、えー、ところをですね、まあ、9つですね、えー、項目を覚えていただければなと思います。まずですね、登録を取り消されてから5年を経過していない人は、えー、登録ができません。<laughs> よ登録をしてたんだけども、登録を取り消されたっていうことは、相当悪いことをやってるんです。それが刑罰を受けたものなのか、不正行為をしたものなのか分かりませんけども、まあその他分かりませんけども、そういったものをして、えー、旅,旅行業をやらせないよっていうふうにですね、登録を取り消されたものですから、えー、これはですね、反省期間が必要なんです。まあ、その反省期間っていうのが5年っていうところを覚えておいてください。 次ですね。刑罰を受けているもの。これはですね、えー、禁錮以上の刑。罰金より、えー、上ですね。これは普通の刑法に違反した場合ですね。刑法に違反した場合、禁庫以上の刑。罰金ってお金払えばそれで終わりなんです。まあ、有罪判決になるんで有罪扱いにはなるんですけども、罰金を払うだけでいいんです。でも、禁庫以上になると、刑務所に行って、えー 労役だったり閉じ込まんなきゃいけないというところになりますので、刑務所に行くレベルの犯罪をした人は、基本的に刑罰を受けている者として扱われますよと。次にですね、また旅行業法。あの、刑法ではなくて旅,旅行業法。自分のビジネスに関する法律に違反して、罰金刑。この旅行業法は罰金ですね。罰金でもダメなんです。 普通の犯罪は禁庫以上、えー。旅行業法に関しては罰金刑に処せられた者はですね、刑の執行を終えてから5年を経過していなければ登録することができません。はい。刑の執行を終えたんだったらば、もう反省してるだろうっていう気持ちになると思うんですけども、それから5年を経たないといけないっていうね、えー、すごい重いですね。えー レギュレーション制限がかかりますよ、と。こうですね。刑の執行を終えた刑務所を出てからですね、刑務所を出てから5年を経過していないもの、罰金を払ってから5年を経過していないものっていうようなイメージを持っといていただければなと思います,でです、ね。不正行為をしたもの。申請前5年以内に旅行業務に関して不正な行為をしたもの。はい。 この不正な行為っていうのは何なのかっていうことはですね、また細かいものを載っけるときにですね、動画として出したいと思いますが、基本的に申請前、登録の申請ですね、をする前に5年以内のうちに何かしていた場合は登録ができませんよと。法律に違反した、もしくは正しくない行為をした場合には登録が受けられませんよというところを覚えておいてください。そして未成年のもの。未成年。 ですね。えー、来年か再来年か今年かわかんないですけど、18歳から、えー、成人扱いになるというところですけども、その未成年であったものであって、えー、その法廷代理人、その親がですね、えー、登録を取り消された人を、 ないしは、えー、刑罰を受けているもの、えー、刑法、旅行業法、どちらかね。そしてかつ、申請前にですね、不正行為、旅行業法に関する不正行為をしたものは登録受けられませんよ、と。未成年があ潔白であったとしても、えー、確かにその未成年が、えー 仕事をする場合には法定代理人の許可が必要ですから、その法定代理人自体も、そのどれか3つに当てはまった場合には登録ができませんよ。えー、それが、あね、まあ、執行を受けた、取り消された、取り消されてから5年経たないと、えー、登録ができませんよ、というようなところも覚えておいてください。で、貢献制度を利用している人。ね、あの、貢献制度っていうのがあるんですけども、 字のごとくあ、後ろから見る人を置いている人、サポートする人を置いている人は、まあ、基本登録が受けることができませんよと。でここ細かいところなんですけど、後継制度は、その、その病気の重さ病気の重さ的なもので、えー、3つに分かれます、えー。青年後継人っていうのがついて、えー、補佐人っていうのがついて、えー、補助人っていうのがつきますよと。 えー、いうところなんですけども、補助人の場合は OK なんですけど、ちょっと中程度、重いもの。さらに一番重いもの。一番重いものが青年後継人です。で、えー、中程度ぐらいのが補佐人です。で、軽いの軽度が補助人です。なんで、軽度の補助人に関しては問題ないんですけども、青年非後継人、非補佐人っていうのは、 えー、青年後継人と補佐人をサポート役につけている人のことを言います。この人は、ああ、登録ができませんよ、と。自分の意思でどう、どうにもできないような状態にある、まあ、それに近しい人なので、登録を受けることができませんよ、っていうところですね。で、あと、破産宣告を受けたもので、復権を受けていないものは、登録ができませんよ、っていうところも覚えておいてください。 青年貢献人、補佐人っていう人をつけてる人を青年非貢献人、非補佐人というふうに言いますよ。ここでね、えー、分かりづらくなってきてるんですね。えー、そこはです、ね、意識しておいてください。これ非ってあ、被るっていうですね、被告の非、えー、被害の非がついているものに関しては、これはサポートされている側ですね。サポートしている側はこの非がなくなりますよっていうね、えー、ところを覚えておいてください。で、破産宣告。要は、えっ、ー、と、 財産的基礎がない。えー、破産宣告を受けるってことは、お金が支払えない、えー、とかっていう人で、えー、だから、自己破産のですね、えー、をしてですね、えー、借金をチャラにした、しようとした人なんですね。その財産的基礎がない人は、そもそも旅行業の登録ができないので、 えー、かつ、えー、お金があったとしても、復権っていうものを受けていない場合には、えー、その登録が受けられないよっていうところを覚えておいてください。いいですね。法人の役員の場合。これもですね、取り消されたあ、登録を取り消された人がいる。刑罰を受けていた人がいる。不正行為をした人がいる場合は5年待たなきゃいけませんよと。で、貢献制度ですね。青年、非貢献人、非補佐人。 のいうような場合には、登録が受けられませんよ。そして、先ほど申し上げたように、破産宣告を受けて、えー、復権していない人も登録ができませんよ、というところをもう覚えておいてください。はい。次、営業所ごとの選任ということで、旅行業務取扱い管理者を確実に選任できない場合には登録できませんよ。必ず営業を行う場合には、旅行業務取扱い管理者を置かなければなりません。まあ、今回の場合は、国内、えー、国内旅行業務の取扱い管理者。 ないしは総合旅行業務取扱い管理者を置かないと仕事ができませんよ。それが確実に専任できないっていうのであれば登録ができませんよってところを覚えておいてください。次ですね、財産的基礎。前の動画に載せたですね、第一種は7000万。ああ 1> 第1種は3000万か。第1種3000万、第3種300万。で、間の第2種が700万ですね。えー、の、財産的基礎を有しないといけないですね。この財産的基礎を有しない場合には、取、えー、トルができませんよっていうところを覚えておいてください。はい。そして、最後、所得が2つというものですね。これは第1種、第2種、第3種じゃなくて、旅行業、旅行業者、代理業を営もうとするものですね。 要は代理店をやろうとしているものですね。旅行業の代理店、えー。その場合に所属する旅行会社が2つ以上ある場合には登録できませんよっていうふうになってます。なぜかっていうと、どっちの、あれで登録しているのかっていうのが分かりづらいからです。責任の所在が分からないからです。だから、2つ以上ある場合には登録ができませんよ。1つ所属を失礼してくださいねっていうね、えー、お話でございます。 ということで、今回はです、ね、登録の拒否についてお話しさせていただきました、えー。この登録を拒否するのは国土交通大臣になりますので、えー、よろしくお願いいたします。では、この動画ですね、ためになったという方は高評価としてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、またお会いしましょう。またね。